こうして冒険者協会へと、ああその依頼、おい本当ですか、やっぱり頼りに。ついてきて。宝刀団の痕跡があるぞ。やっぱりこの遺跡に来たみたいだな。もっと奥へ進んでみよう。カウの情報が合ってるといいんだけど、この辺りは見張りが少ないな。どうやら奴らはアビス教団の戦力を分散させることに成功したみたいだ。よっ、せい、えっ、ちょっ、火に気をつけろ。よっ、また宝刀団の痕跡だ。方向はこっちで間違いなさそうだけど、奥に進めば進むほど不気味な雰囲気が漂ってくるぞ。気をつけろよ、後ろについてるからな。っ、あれ、もしかしてあの姿勢、おっ、あれってな、それにでも、そこの台、おいた、し、やばいぞ、ここを離れ、うわ、ここにいちゃまずい、早く逃げよう。アビスの日、ここに足裁き、アビス使徒ダイン、奴はお前たちアビスを阻止するなど、なんて力だ、こんなの見たことないぞ。気をつけろ、油断するなよ。綺麗な着物、今はどうも気分が晴れないのだ。ムスケラども、きっつ、この力、そうだとすれば、はあ、危なかったな。あいつすごく強かったぞ。お、どうかしたのか。ああ、もう遺跡の出口はすぐそこだ。
再会は俺が想像していたよりも早い。あ、ラインだ。その顔、何やらまさか遺跡の中でアビスの使徒に会ったか。なんでわかったんだ。俺はアビスの使徒を追跡していたんだ。のち逆さの心臓、まずは貴様たちが見たこと。その後遺跡の出口で突然現れたオイヤたちはそいつと戦ったんだ。なるほど、これは千載一遇のチャンス。行こう。にしてあげる。見えないだろ。せっ、ふふ、やっ、せっ、やっ、ほい、よっ、よっ、獲物だ。ウオパー試練満員だよ。アビスの魔術師、オイラたちを待ち伏せてたのか。いや、奴らはただ遺跡守衛の座。そうなの。混沌の装置とか混沌の少なくとも俺がこの近くを調査、奴らは遺跡。しかしじゃあどうしてさっき捕まえて。もちろんあんただこのことはアビその真相は拷問って言い換えればアビスの魔術師は拷問などをはるかに超えた恐怖に直面しているのだろう。なんかここで時間を無駄にはできない。先に進もう。ついてきて。助け出し参上。それ熱々でしょ。やっ、火に気をつけろ。ヤガミに報いるために。大事の魂を我が輩に捧げよう。あ、返事もろくにできねえのか。まだ永遠に黙らせてやる。ここ一帯はアビス教団だけじゃなくて遺跡守衛のアビスの魔術。この世に偶然などない。全ては遥か古にまかれた種によるものだ。あの酒場で貴様が現れたのと同様に、時間はその種を芽生えさせる要素でしかない。気にする必要はない。アビス教団と遺跡守衛の関、同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう。樹木？枝？それって、奴らは皆500年前に滅びた子。あ
ビス教団と遺跡守衛はカーン・ルイヤが滅びた後の残党だったってことか。でもカーン・ルイヤってすごく古い国の名前だぞ。あ、そうだ、旅人にも説明しなきゃな。お？記憶？でも、ふん、人は誰しも秘密。しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たか、あの時の話にそんな経緯があったのか。オイラはてっきり話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。ふん、この世界に来た時、隕石の中から兄に呼び覚まされたのか。どうやらお兄さんの方が先に目覚めてたみたいだな。どれくらい先だった？そして貴様のカーン・ルイヤの滅亡、本当に貴様たちが経験したそれは500、どうやらこの世界、つまりそしてその後、その話なら、そうか、貴様が目覚めた時、しかし今、そういえモンドやリーユ、それってお兄さんを探す、なるほどな。カーン・ルイヤについては、カーン・ルイヤは神、あれは人、神が、そして貴様、それ500年前人類の、そんな歴史のほ、ふん、このまま過去の、まずは先に進もう。これは必要か？現在は幸運期？変な名前。貴様たちが、土地は脳、鉄と血で、うん、カーン・ルイヤが長い時を他の滅び、なんかかわいそうだ。これ以上深く、何はとも、炎の盾、音が聞こえる、ネクロマシ、五時の炎、火に気をつけろ。一応目を覆える、せい、主練満員だよ。はっ、見えないだろ、せい、赤日の影よ、我が命を果たせ。退路はない、魂を我が輩に捧げよう。あ、返事もろくにできねえのか。まだ永遠に黙らせてやる。一応目を覆える。ふん、おそらく奴らの行動に関わる内容が記載されて、でも敵の侵攻を巻きとし、それ運命の初、どうやらアビスどもはまだ初期段階の、運命の初期？確かに。ダイン、メッセージには他に何が書いてあるんだ？今読んでいる。複雑で理解できない部分もあるが、今日どういう、一言で言えば計画の初期段階は渦の魔人、渦の魔人、あの海の中にいる魔人だよな。でもオセルに何をしようとしてるんだろう。その事件については俺も知っている。結果を見れば、この前はアビスはこ、いや、この精神の改造、そんなことできるのか。まさかアビス教団のやつら、今となってはだが、
どうやら汚れた、そして最古の、そうだ、話、メス、天空の島にあるカムクラを揺るがす力を、でも最古の子、大聖、ダイン、気にするな、先を急ごう。巨大な心臓、そう、しかし、そん、信仰は見返りを求めない。ふん、しー、それに、風神も実は、なんでもない。俺は元から大聖堂に入るつもり。貴様は問答、それに、俺が行けば警戒されるのが、ああ、それに小さいのが言うように、信仰、俺は一度も、さあ、話せることはすべて話した。そっか。それと心臓のこ、それに、ついてきて。何かお困りですか？オイラたちは情報収集に来たんだ。高音機？うん。え？あなたたち遠い昔、当時今日後にこ、うん、やっぱり。うん。バーバラには変わったでき。ボー君。その変わった誰かがそこ。天から火の玉。当時の人々、その奇妙な現象が。うん。あの災いけど。わかった。ありがとう。あ、ラ騎士団を探してるなら無駄足よ。あのまん、風魔竜の、それって、ええ、もしかしたらアビ、人団長が、じゃあ、君は教会に、でもあなただって、わかった、でも、ついてきて。何かお困りですか？お、汚れた逆さ心臓と関係、でも、いや、そ、鎮圧されたを、今放浪、アビスの使徒が、ついてきて、さあ、あ
よっと、ついてきて。あの時俺が神社届け出ないでいいんだよね。行こう。やっ、うはっ、よっ、ついてきて。いい品だって匂いがする。さあ、行こう。知識の価値っていうのは単純にお金で測れるものじゃない。
乾いた紙の間に葉っぱを挟んで押すと、使いやすくて素敵なしおりが出来上がるんだよ。冒険者協会に依頼を出そうかしら。第1の貿易港があるんだ。見てらっしゃい。見たことのないものがあるよ。よっ。届け出ないでいいんだよね。近づけば近づくほど敵の数が増えるか。実に強弾らしい。お、俺は、え、どうして狼とはそのような行為。それにこういうのは貴様、神は俺の個人的奴らをし、たとえ貴様が退治したあの憎き敵であっても、神を信じるなとか強硬な、ふん、過去の今日、最後に、え、カーン・ルイヤは、話はここま、おお、本当におかしな、ああ、リーユへのゲーセン儀式の時もだ、まあ栄誉騎士パイモン、どうしてここに、ああ、ジンのロサリアから、そうか、そして放浪寮ロサリアが言う、しかし単純に、ほらアビス教団はとは、確かに、とにかく栄誉騎士君、魔人の残魂、うん、
お前を防衛のためか。しかしその実力、魔人の足元、我々に服じ。何の儀式トワリンのと狼は何度やろう。アビスに使えよ。グオパー見ろ。死での旅路へかかったな。魂を我が輩に捧げよう。次に代償を払うのはお前だ。俺が守るよ。終焉の審判。はい。音が聞こえる。見えないだろ。アビスよ、神聖を。火に気をつけろ。退路はない。残魂にも。しかしこの程度のこと。また。ありがとう。いいところに来た。こんな無様な姿を人間のルピカに見せるとは。しかしアビスの使徒。オーロ、俺も。それってアビス兄弟。ありがとう。お前たち。いや、助けに来た。そのこちらの魔人殿は。我は人間の造物なぞに興味はない。故に幸運気なるものは知らない。あれは我の試練に誤って立ち入り、我もあれを試練を受ける勇士として扱った。知能は我の攻撃。その感じ。ああ、火の玉。とにかくこれ。しかもでもこの役に大助かりだ。オイラたちは11、うん、お前たちも。すごい情報が手に入ったな。早く訴えにしら。ジン団長に会ったか。見かけたが会わないように避けた。彼女は志賀騎士。気をつけなければ。ところで、なるほど、これで最古の。え、本当か。それだけではない。もっと全体的に考え。例えば貴様たちが今日。そうだ、そのシスター。狼の知れ。人が近づく当時のもん。どうやら次は風流廃墟と。うん、それはどういう意味だ。それは。もう逃げんのか。方法のもん。幸運気に。俺が試してみ。
了だ。あ、アビスの使徒が今まだ残って、プロトタイプ、アビス教渦の魔人、天空の島にあるカムクラを、はあ、じゃあこの目はどうするんだ。いや、ダイン、疑いたければ好きにしろ、他の場所に隠れ、それだけではない、不安要素を残さないよう、あの汚れた逆さ心臓を処理しておく、教会に破壊、あのバーバラが知ったらあの遺跡へ戻って、俺がいれば、でも希少だと思うぞ。あの不気味な心臓を見つけるには、前に逃げてきた道をたどっていけばいいはずだよな。よし、じゃあ出発しよう。警戒は解くなよ。どうやら怪気をつけろ相変わらずそのから、なるほど、どうやち、その下切り落とす。それ。せい、やっ、根こそぎにしてあげる。ついてて、キリがない。どうしてダインと一緒に、はい、お前のお兄さん、ソラ、ホタル、その人はソラ、これは言わなきゃいけないことなんだ、ホタル。ダインと一緒に俺を、アビスを阻止するな。その人、ダインスレイブは最後の寒類や宮廷親衛隊、末光の剣。500年前、彼は寒類やの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民が、アビスの怪物になるのを見ながら。ダインが、寒類野人だって？500年前に滅びた、あの、寒類野人？それに民が怪物になるって、今のアビス教団はカンルイヤと関係があるどころか、カンルイヤの移民だったのか。うぅ、ダインはお前の敵って。いいえ、あ、でも俺はアビスがカムクラを下す前にまだ天理との戦いが残ってる。
聞いてくれ。俺はすでに。俺たちはいずれ再会する。急ぐことはないんだ、ホタル。待つだけの時間が十分にある。俺たちには十分時間がある。お前の鬼旅人、一緒に行こう。無事今日の こんにちは。あ、で、わ、ちょっと聞きた。ああ、よかった。でも、ルイ、その方法、あの時頼り逃げ出した後、でも、終わりじゃなかった。そう、ま、そんな危険なのか。だって、あ、感情、稲妻の様々な、その感情、それから、故郷の悪口を、だから、どうしても行かなきゃいけない理由がない限り、稲、そう、それら問題をくぐり、稲妻に人を寄せつけないため、あそこはただ、でも、イカダは危険、違う違う、あそこって、でも、あそこって武装、そこはあなたたち次第だね。南十字戦隊の機関、じゃあ、ぜWhat?
あんたはあいつは目がその服装チビじゃない。パイモン。ふむ、実に興味深い生き物。ん、何が。気にしないでくれ。似たようなもん。こいつは海船と海風があるのに潮吟じぬのはいささか不それは教師。せっかくのちょっと待ってくれ。南ジョージ舞踏会ってなんだ。それに大英雄。お、あ、南十字参加にあたってのもちろん2つ参加者はあんたみたいに。でもオイラたち。そう、結論はそれも拙者が提供した。そんなものがあるのか。所持者が亡くなると神その抜け殻。ああ、その強者神の目を持ってないのなら。そうだぞ稲妻。なんだ、もしあんたが勝ったら消費こいつを舞踏会にさもちろんさ。今日どうする。よし、じゃさすれば。この記号は何ていう意味なのかしら。技も似たり寄ったりだな。若いの、見たところ君もこの南十字舞踏会に参加しに来たのかな。つまり僕の競争相手がまた一人増えたというわけだ。お前も優勝を狙ってるのか。そうだ、それに神の目は、いやいや少し自慢。どんな試験にも落ちたことがないし、みんなの目には僕は完璧な人間。そう、神の目さ。こんなに自信満々な。そんなのは重要じゃない。僕は南十字戦隊にも知り合いがいる。それに大勢。もちろん僕も何日かかけて武道を学ん。ふん、よし、僕は試合前の準備をしてくるよ。僕の登場を楽しみに待ってておくれ。そうだが、君たちも申したったら、舞踏会は誰もそんな。おぉ、はっはっは。俺、なんかそんな大会の実績以外に。ふん、あの時のことだが、俺は一歩も引かず、はっは。結構思い傷。まあ、オイラたち、よし闘技場で会おう。ああ、武芸を極めるためには実践。しかし俺たち。はい、その師匠。ああ、あのお方は。それもそのはず、あの人は武術。彼が霊山派で伝授している家系気功の一種で、例えば俺の師匠は相手の拳。過去に師匠に挑んだ人は。確かに本当のこと。学費がいる。もちろんです。ただ しかもその後ですので、私たちも神の目。大丈夫。そうですね、そうすれば周りから一。ああ、なんかみんな自信満。警察層。次の方どうぞ。まずはお名前を教えてください。まさか嘘でしょ。本当に。うわ、え、あの人神の目を持ってなかったの。そのかく、やっぱり彼女。総選儀式で告知。ちょっと彼女からサイン。この舞踏会は神の目を持たない者のみ参加できる。本当ですか。でも本当に神の目は持ってないぞ。すみません、
失礼しました。形式的なものです。魔人オセルを討伐したことは風魔竜の優勝は彼女。今から参加を。わかりました。はい、登録が完了いたしました。大英雄様がこの部そのため他にも商品が多分北斗さんがその条件を出したから大英雄様。でも大英雄様なるほど。誰もとにかくそうだ、このお前は神の目を持ったから誤解。それにこの程度の相手なら元素力。じゃあ行こう。その自信に満ちた表情。では私と共に。大注目の優勝候補、彼女の1試合目が今始まるぜ。君大英雄だった。なんか一般人よりも弱かったな。あの自信はどこから来てたんだろう。とりあえず勝ったから北斗のところに行こう。何か話したいことがあるみたいだぞ。うん、お前の方がさあんたも見ただろ。そうであるな。今までいろんな。だから。うむ、悪くない勝負であった。はあ、まあ実はさっきそれから参加を申し込む一般選手と。だから。え、これが姉君。それに実際の実力でも。それはそうだけど。じゃあまずは他の。ついに、ついに来たぞお主の対戦相手は実力ではお主に及ばぬかもしれぬが。では、おしゃべりはその辺にして。よし、じゃあ舞踏会に申し込みに行こう。あなたの準決勝。大英雄様のこのレベルの対決なら。はい、やっと来たぜ。大注目の準決勝だ。リーユへの英雄と本大会の台風の目、勝つのは一体どっちだ。商品に興味はない。お前が強ければそれだけで十分。汗がたくさん出た。認めよう、お前の。そうだな、もしお前。小さい頃だが手に。それからは興味もなくなった。神の目を持つ者。え、あの主なき神。いや、敗北の身が。これこそ機会があればまた勝負し。そうだ、決勝。俺より強い。油断はす。おい、行っちゃった。挑戦の相手について聞き込みに行こう。君か勝負は見させてもらう。俺は3回戦で。決勝戦は誰。俺を任した人。少し隙を見せ。俺の体格は力くらでも。ま、あれ、お前の家系で拳を防ごうとしたら相手の選手も避けなかったのは。怪我を負った兄、このことはすみません。そっか。はい。なんか役に立つ情報はなかったな。実にお見事、相手の動きに。しかし迅速に体勢を。実はあんたにとってこのぶちょっと聞き。そうでもない、彼は早。どうして。決勝戦であればまだ話してない。学問を得、武芸にすぐ。お主の才覚。おいおい、情報収集。彼女らはも。そうだ、ソキ。うえしかしその匂い。拙者と共に北斗に聞いてみよう。素早いじゃねえか。あたりに人影は。お主は元素力を巧み。なんか最初。ああ、
勝負で不利な場面に陥る。拙者はよ、お主からは似た。信じられ、お主らと比べ神の目に頼らず。それに匂いでおいらを、その複数の元素力をいかに、ふむ、ではお主はいかにし長い旅を、正直もしかすればその不可解だが、いや、拙者が持っている情報も共有しよう。ではそこの舞台、火に気をつけろ。ネクラマシ、えよっ、かかったな。炎の盾、五次の炎、クオパー、火を吹け、シュレン満員だよ。ふむ、お主の戦闘力は決勝戦に進出した人物は、そやつの勝利は、そのほ、言い換えれば隙を、礼には及ばぬ。上気を、やはりこの世、なんだかお、拙者が知りた、何をもってか、すまぬ、不思議な力を見せてくれた礼に、それが気になったのでござるか。今稲妻で、神の目とは神からの恩恵でござる。人々がその贈り物を受け取った後、